大規模災害の発生などにより警察署が被災した際に市内の施設を代わりに使用できるという協定を大和郡山市などと郡山警察署が結びました協定によりますと大規模災害の発生で警察署の庁舎が使用できなくなった場合に大和郡山市内にある学校給食センターアスなろ 大和郡山市商工会館県郡山総合庁舎の3つの施設が災害警備の指揮拠点として使用されますこれで市内の警察署の代替施設は消防署防災センターと合わせて4か所になり災害の種類や被災状況に応じて施設を選定し警察活動が継続できるということです 警察署の立地条件を考えますと、佐法側を背負っておりまして、もし土砂災害が起こった場合に、機能不全っていうことも心配されます、万全の態勢で大和、郡山市民の安全安心の確保に当,たり当てれるものというふうに考えております。